だプロトキューです。どうもこんにちは、ジュルリ。まあちょっとね、壊れたって思ったんですよ、パソコンが。そしたらすぐなんか直っちゃって、って感じでしたね。悲しい。まあパソコン壊れたと思ったんですよ。そしたらね、直ってた。どういうこと？髪の毛でかっ。こうやったらもうどれが髪の毛か分かんないし、境目を分からなくする作戦。あ、めっちゃ頭痛い。なんか今日おかしいな。今日あんま動画上げれねえかもって言いつつ結構上げるよ。まあ、1日何本も出さないんだよね俺は。あとゲームチャンネルはあんま、娯楽チャンネルなんで、ゲームチャンネルじゃないからね。一応ゲームチャンネルって名前だけど、娯楽だから。もう。娯楽？趣味。娯楽と趣味だから。あ、スゴフェスやってんじゃん。ガチャします。さっきはね、散々な結果でした。もうやる気ない。今日のやる気を起こさせるような結果になってくれ。起きんね。うわー、クソクソ世界だ。おお、金だ。おお、開拓オーロンブス。オーロンブス当たりました。まあ、オーロンブスの説明をファック。まあ、オーロンブスはお邪魔スロットを消費して、敵全体に消費したお邪魔スロットの数に応じて大きくなる無属性ダメージを与えて、で、お邪魔を消費するじゃないですか。でもしお邪魔を消費したら空になるんですよ、スロットが。それが、全部、持続性になるっていう、まあまあ強い。まあ、相手がお邪魔変換してきたら、こっちも、もし全部お邪魔変換みたいにして、6つお邪魔変換になるじゃないですか。でお邪魔、こう、うって取って、おらって言って、まあまあ結構いいダメージを出すんですよ。いいダメージを出したら、もうその、で、そっからまた攻撃ができると。でも、どのパーティーに使えばいいんだろうなって。まあ結構、全体的になんだろう、スロット変換でも特殊なスロット変換で攻撃もできるけど、あ、それも、なんとね、初期発動ターンが20ターンと。おー、遅くないな、あんまり。いいね。早くもないけど、まあ、20ターンは結構かかると思うかもしれないけど、これがスキルマじゃないからね。っていう話でした。微妙。